パナソニックで叶えるこれからの暮らしオンラインセミナーへようこそライティング事業部の新庄と申しますエナジーシステム事業部の鈴木と申します自宅で過ごす時間は以前より増えてきているかと思いますテレワークなどのですね、働く時間だけでなくオフの時間もより快適に過ごしていただくために明かりと配線と IoT でご提案できる内容をご紹介させていただきます とということで、今回は「楽しむ」をテーマにアウトドアオフ時間を楽しむ、そしておうちの空間にこだわるという3つについてお話しさせていただきます。最初のテーマは「アウトドアを楽しむ」ということでご紹介させていただきます。 最近はですね今までのように簡単に出かけられなくなってますのでキャンプ需要なども高まっているというふうに聞きます家にいながらアウトドア気分を味わえるであったりとかアウトドアリビングベランピングおうちキャンプなどですねそういった言葉も最近よく聞かれるかなというふうに思います少し前から住宅会社さんの方でも内外つながりのご提案を耳にするようになりました この内外つながりというのはどういうものかと言いますと、このようにリビングだけで明かりを完結させるのではなくて、エクステリア側にも周りの明かりを追加していただくことで、一気に空間に置く空気感を生むことができます。ポイントとしましては、内と外を同じサイディングの素材で揃えたりとか、そこにですね、同じ廃光の照明を組み合わせていただくことで、 明かりに連続的なリズムが生まれましてよりリビングからつながった空間に見せることができますさらにですね今こちらにあるように視線の先の奥の壁面に明かりを加えていただくことでそこまで空間があるというふうに認識することができますのでリビングに広がりを作ることもできますそして最近よく聞かれるのがおうちキャンプですね照明の計画はですね実はとてもシンプルです え2つのステップになるんですけれどもまず1つ目がですね植栽や外壁を照らす周りの明かりを入れていただくことですそして2つ目がデッキであったりとか人の集まる部分の中心に光を加えていただくこの2つだけで完成しますで、周りの明かりのポイントとしましてはリビングから見た時の視線の先の壁であったりとかアプローチから見た時きの一番奥の壁面ですね もしくは植栽ななどにに光を当てていいただくというのがポイントになります。室内ではですね壁や天井床などに光を反射させるものがありますのでそれによって明るさが回るというのがあるんですけれどもエクステリアの場合はですね周りが暗くて天井もありませんので何か明かりが自分自身で発光する存在となるかもしくはですね植栽であったりとか地面デッキ塀などですね その当てる対象となるもの光を当てる対象となるものが必要になりますえ加えてですね中心の明かりというのは人が集う中心の部分ですねテーブルなどがあればそれを照らしていただくのでもいいですけれどもそういったものをスポットライトなどで照らしていただくというご提案になりますこういったものをすべて組み合わせるとこのようにデッキで過ごしていただく際のアウトドアのご提案が完成します でもこれらを一気にですね、シーンで切り替えられた方が便利かなと思うんですけれども、いかがでしょう、鈴木さん。はい、それがですね、配線器具のスイッチで一括で切り替えられるものがございます。えー、そちらがですね、アドバンスシリーズ、リンクプラスのスイッチです。スイッチとスマートフォンの専用アプリが Bluetooth で直接つながりますので、スイッチを触らなくてもスマートフォンからですね、個別で照明器具のオンオフでありましたり、 シーンの切り替えなどが可能になった商品となっております。そしてこちらでの活用方法としましては、シーンの中にアウトドアというシーンを設定しておくことで一括でですねそのアウトドアのシーンを再現することが可能になっております。えー、例えばですねリビングは全体的に調光をかけ少し暗めに設定をし、窓に映り込むダウンライトは消灯、そしてアウトドア提案の照明が点灯するようにシーンを作成すれば。 そのアウトドアアというシーンをです、ね、アプリから押すことでワンタッチで再生できるのがこのアドバンンスススシリリーズリンクプラスのスイッチとなっております注意点としましてはです、ね、電源プラグタイプの照明器具には使用ができませんので電源プラグなしタイプの照明器具をです、ね、配線器具のジョイントボックスと組み合わせてお使いいただくということが注意点となります。 ではですねお家周りのコンセントについても少しご紹介をさせていただきたいと思います最近はお家で過ごす時間も増えたと思いますそんなお家の時間を活用してベランダでバーベキューであったりクリスマスの季節などイルミネーションを楽しみたい方など楽しみ方はたくさんあると思いますそんな時に必要になってくるのが電源コンセントになります スマートデザインシリーズの防水コンセントならお家の外壁に合わせられるようにデザインにもこだわり4色展開で発売していますので防水コンセントの複数個の設置をおすすめしますスマートデザインシリーズなら防水コンセント以外にもジョイントボックスや入線カバー引き込みカバーなども品ぞろえしていますので家全体のトータルコーディネートが可能となっておりますぜひ お家周りのスマートデザインシリーズをご活用よろしくお願いします二つ目のテーマはオフを満喫できるリビングということになりますまずオフの時間の前に家にいると家事もつきものかなというふうに思います家にいる時間が増えたことでよりやらなければいけない家事というのも結構増えてきているのかなというふうに思いますけれども 鈴木さんいかがでしょうか、はい、私もやっております <laughs> なるほどできれば家事の時間もオフの時間もなるべく楽しく過ごしたいかなと思いますのでそういった仕掛けがたくさんあるといいかなというふうに思います。ということで家事の時間とオフの時間を楽しむというところでスピーカー付きダウンライトをご紹介します。 実はですね音楽と家事の関係性についてアンケートを取りますと男女にに家事をししてていいいるるとと音楽楽ががあった方がより楽しく感じるという,ふうな結果も出ています。このようにですね家事をされる時に音楽があることで辛くしんどい時間であったりとか、まあ、結構単調な作業とかも多いと思うんですけれどもそういった時間も少し楽しくなるかもしれません。 またオフの時間を楽しむという意味では最近はなかなかスポーツスタジアムにも行けないという方も多いのではないかなと思いますけれども鈴木さん普段。 スタジアム観戦とかされますか、はい、普段行くんですけどもなななかなか行けてないですね最近はちょっとねなかなか行けてない方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけれどもそういう時にですねスピーカー付きダウンライトと、えー、テレビもつなげていただくことができますのでワイヤレス送信機と、えー、組み合わせていただければこのようにですねスポーツ観戦をご家族で楽しんでいただくこともできるかなというふうに思います。こののスピーカーカ付きダウンライトは、えー、上から音が降り注ぎますので えー、その観客の歓声であったりというところがですねたかもスタジアムで観戦しているような臨場感が味わえるのではないかなというふうに思いますさらにですね、えー、家にいる時間が長くなってくると、えー、お家で体を動かすという方も増えてきているのではないかなというふうに思うんですけれども、えー、鈴木さん筋トレとかされてますか、はい、やってますすよお家でで筋トレ <laughs> そうですかはい お家で筋トレさされれるとっってて明かりとかかりり気をつけたりされますかもちろん集中できる,なるほどやはりですねそういった筋トレとかですね集中して気分を高めたい場合は白い光でしっかりと明るくするのがおすすめかなと思いますけれどもそういった筋トレであったりとかストレッチをされる方も結構多いと思いますのでそういう時にもスピーカー付きダウンライトはおすすめの組み合わせになるかなと思います。 こちらのスピーカー付きダウンライトの特徴になるんですけれども、上にありますように光のこだわりというところでは、ミルクという高塩色性のタイプを使っております。こちらはですね、本来の色味を再現することで、照らす対象を色鮮やかに照射することができるものになりますので、こだわりの家具なんかも美しく照らせるのではないかなと思います。 また下据え置きのスピーカーというのはですねどうしても位置が固定されてしまいますので、えー、音をですね、えー、空間全体に均一に広げるというのがなかなか難しいんですけれどもスピーカー付きダウンライトは上から音が降り注ぐということになりますので空間全体に均一に音を広げることができます。 また音のこだわりという部分で申しますとこちらのエリアにあります通りこれ天井裏の断面図のようなものになりますけれども中にですねスピーカーボックスを大きく設けておりますのでしっかりとですね低音の息を反響させることができるというような仕様にななっっていまますなのでで高音音かから低音までしっかりと音が出せる商品になっています。 さらにこちらはですねスピーカー付きのタイプというところで申しますとダウンンライイト以外にももシーリングのタイプもございま,すまず丸型のタイプなんですけれども一般的なシーリングって結構丸型のタイプ多いですので同じ空間にですね丸型のシーリングが並んでいても同じ空間でご提案がしやすくなじみやすいのではないかなというふうに思います。 また角型のタイプもございましてこちらはですね同行版を採用ししておりまますす。ののので、ででそれぞれぞパネルで照らし分けというのもできますこちらの絵にありますようにテレビ側の壁面にだけ光を当てるといったこともこういったパネルの使い分けというところで可能になってきます。また今年の春に発売する新商品のワイヤレススピーカーになります。 こちらはですね、照明とくっついているわけではなくスピーカーのみ搭載している商品になりますけれども配線ダクトにも取り付けられるスポットライトもございますので後から位置を自由に動かしていただくことができるというのも大きな特徴になります。またシンクロ朝食もこういったです、ね、オフを楽しむという部分ではおすすめになってきます。 働くというテーマの中でもシンクロ朝食をおすすめさせていただいておりますがこちらはですねこのようにですね調光を絞った状態ですと暗めの時は電球色から始まるんですけれども明るくなるにつれて徐々に白色へと変化していきます。 明るさと光の色というのは相性があるんですけれどもさらにですね生活行為に合わせておすすめの光のの光色というのも異なってきますなのでこのシンクロ図色を入れといていただければその生活行為に応じて快適な明かりというのを簡単に演出していただくことが可能になりますこちらがですね今 CG でご紹介してますけれども白色の空間ですね中白色の空間になっています。 例えば体を動かすという一つをとってもですね、筋トレなどされる場合はですね、集中して気分を高めたいと思いますのでこういった中白色ののの光で、でししっかかりとと明るめめ状態で筋トレをしていいいただくのがおすすす。なううふに思まこの時にですね結構音楽聴かれる方とかも多いと思いますのでスピーカー付きダウンライトと組み合わせてご提案いただくとなお良いかなと思います。 こちらのスピーカー付きダウンライトはですね、単色でのラインナップになりますので、どの光色とも組み合わせやすい音白色がおすすめかなと思います。またこちらはですね、ストレッチやヨガをされるような場合なんかには、上を見上げたりとかリラックスしたいような空間に仕上げたいと思いますので、そういった場合はですね、明るさを全体的に抑えて電球色の明かりというのがおすすめになります。 音楽も組み合わせていただくのであれば、リラックスできる、えー、ゆっくりとした音楽などがいいかもしれませんね。えー、こういったことをですね、えー、声で操作できると、わざわざスイッチの方まで行かなくて便利かなというふうに思いますけれども、どういったご提案がありますでしょうか、鈴木さん。はい、私からご提案しますのは、アイセグツーという商品となります。こちらはですね、照明器具、スイッチ以外にも、 音声で操作することができるようなシステムとなっておりまして、アイセグ2に対応しています機器、エアコンなどを設置していただきますと声で操作することができます。例えばこんなお困りごととしまして、料理中にですね手が濡れていてスイッチだったりリモコンが操作できない、触れないなど、あとはですね就寝時にベッドに入ってしまって電気の消し忘れに気づく。 あとはですね主婦や高齢者の方などですね画面操作が苦手という方々にはですねこういった ISEG2 とそれに対応しています機器、照明器具でありましたりとか、まあ、エアコンなどを設置していただきますと音声でですね個別にオン・オフでありましたりとかまとめてオン・オフができるシステムになっていますのが ISEG2 となっております。 はいえ続きましてご紹介いたしますのがお家で楽しむということですのでお家で楽しむ時間の中にインンンターネットで動画コンテンツなどを視聴すする方々がすごく増えてきたかなと思っておりますただですねインターネットといいましても無線 LAN だけですとどうしても電波が届かないお部屋などがあったりしてですね動画が止まったりしてスムーズに視聴できないなんてことを皆さんも経験されたかなと思うんですけども。 そんな時はです、ね、宅内 LAN 配線というものを各部屋に有線 LAN で配線を行っていただきまして有線 LAN 接続もしくはです、ね、無線のアクセスポイントというものを各部屋に設置をしていただければ安定した通信が可能となっておりますので快適にです、ね、インターネットで動画配信サービスなどを楽しむことができるシステムとなっております。 ぜひです、ね、パナソニックのマルチメディア対応配線システムで構築可能ですのでご検討のほどよろししくお願いします3つ目のテーマは、えー、こだわりの空間とおうちで過ごす時間が長くなると家具や家電のデザイン、えー、もしくはインテリアへのこだわりなども出てきたという方も結構多いのではないかなというふうに思います。 鈴木さんどうううでででですすすすかそそねねね私もここだわりりたいところではあまよせっかくなら自分の住まいを自分好みの空間にしたいという方も増えてるんじゃないかなと思いますけれども家具や小物などのインテリアも大切ですが同じように明かりのデザインにもこだわれるようにですね今回新商品としてペンダント照明もデザインを増やしております。 いいいくつかご紹介をさせていただければと思います今回のです、ね、新商品のペンダント照明の特徴としましては最近カフェのようなインテリアを住宅に取り入れたりです、ね、快適性を求めるオフィスのインテリアなども増えてきたりというところもあって非住宅と住宅の空間づくりにです、ね、結構共通性が見られるというところが増えてきています。 住宅でも非住宅でもどちらでもお使いいただけるということで明るさもです、ね、100型相当などですね、結構大型のペンダントというところをいくつか新たにラインナップとして加えております住宅においても大型ペンダントをお使いいただければ例えば少ない等数とかでテーブルをしっかりと明かりを取っていただくということも可能になります またですね空間が華やかになる小型ペンダントも品揃えとして追加しております黒を基調とした家具であったりとか建具などがトレンドとして続いておりますがそういったものにも合わせやすいデザインになっているかなと思いますこういったデザインにこだわるシリーズというところで言いますとスイッチでもいろいろあるんですよね、はい、スイッチでもこういったデザインにこだわった商品がございます それがですねこちらのソースタイルとという商品となっておりますスイッチやコンセントをこちらのソースタイルにすることでお部屋の印象をグッと変えることができるのがこの商品となっております特徴としましては直線を基調としたデザインで水平垂直に仕上げさらに質感にもこだわったスイッチコンセントとなっております上質な空間づくりの演出に貢献してくれるような配線器具になっておりまして さらにですねスイッチコンセント以外でもこちらのソースタイルではですね AV コンセント HDMI 対応をしている商品などを品ぞれしております壁掛けテレビの配線に設置することで壁掛けテレビ周りのですね配線をスッキリさせることもできるのがこちらの商品の特徴となっておりますまたですねこちらのソースタイル以外にも 定番でありますアドバンスシリーズも品揃えをしておりましてこちらもデザインにこだわった商品となっておりますこちらの存在感を抑えたフラットなデザインとなっておりますのでお家のですねこれからの暮らしのスタンダードとしてこちらのアドバンスシリーズをご活用いただければと思いますまたデザインではないんですけども壁用コンセント以外にもちょっとしたコンセントの設計で使えるような便利な ものを紹介したいいと思います例えばダイニングテーブルの下にこういったフロアコンセントを設置しておけばホットプレートなどを使用するときは床のコンセントに差し込むことができますので延長ココードを使ったり壁用ンンセントままで差し込む必要がございませんそのためお子さんであったりお年寄りの方が足を引っ掛けるリスクというのも低減することができます。 またですね、在宅ワークの時にも床から電源が取れて便利ですこだわり空間への配線計画もぜひご検討くださいはいということで今回楽しむをテーマにですね3つの内容をご紹介してまいりました、えー、外出がなかなかできないことも増えていると思いますので家で過ごす時間もしっかりと満喫したいですよね、えー、今回の内容もですねぜひ今後のご提案にお役立てください Panasonic